さん、清志ラウンジへようこそ。はーい、こんにちは。はい、今日のですね、ゲスト非常に素敵な方にお越しいただいております。いや、めちゃめちゃ素敵。はい、タレントで、女優の小川誠さんです。まこちゃん、まこちゃん、まこちゃん、なんなの、さっきからそのテンション。うるさいよね。なんなんですか。ありがとうございます。他のもね、ちょっと聞いていきたいんですけど、なんかあるかな、小川さんの最近の趣味とかやってること、はい、うん、趣味、なんか趣味っていう、最近やってることでもいいですけど。趣味とか好きなことって私あんまり基本変わらないんですよ。もうパンもずっと好きだし、一個ハマったらずっと同じなんですけど、私最近でもそれこそ常にやってるのはトレーニングみたいなのを家で結構やってます。毎朝起きてさ、ラジオ体操をして、その後、まあ、ヨガやるのか筋トレするのかして、あとはウォーキングですかね。ウォーキング結構してるかも、一人でも。すごい。あ、これね、ちょっとね、あ、これすごい可愛い感じで、これはちょっと自粛中です。髪の毛自分で染めちゃったんですよ。自分で染めたの。美容院行けないから自分でちょっとやっちゃおうと思って、ってそう、赤入れたんですよね。ファンキーだね。ファンキー。意外と後ろ結んでる。あ、結んでます。トレーニングしてから結んでるんですけど、家でこのヨガマットを引き、あるんだ、ヨガマットの上で毎日トレーニングしてます。トレーニングしたり、なんかああいう役やさそうね。どういう役？なんかロックパンっぽいね。パンパンパン。あ、本当ですか？でもね、もともと好きなんです、ロック。ね、さっきのピンクさんが好きって言ってた。ピンクさん大好き。やっぱ合う、合いそうだね。本当？そういう役。いや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 、本当だ、本当。本当に。合いそうだな。できそうだな。なんかすぐできる。ノリとか。すぐできちゃうでしょ。革ジャン着てたり。元気な感じが。ライダースとか。ライダースとか好きです。もともとそういう格好が好きです。ああ、そうなんだって。やっぱ出ちゃってるね。出ちゃってる。出ちゃってる。やっぱ出ちゃってる。そういうか、あの服装とかもしたりするんですか？あのね、革ジャン、あの革、本革じゃないレザーとかは、結構着てたし、昔の方が結構もっとパンクな格好してました。もっと結構派手な髪もそうだったし、ピアスとかも結構そっちのピアスしてました。尖ってました、もっと尖ってた。このなんか5連、こっちピアス今こんな可愛らしいのしてますけど、前はここがね、私耳ピアス5個開いてたんですよ。でもこうなんかクロスの十字架にこう、レ、あ、すごい、なんですか、連になってるみたいなやつとかしてて、マネージャーに怒られてました。なんで、あのピアスそんなに開いてたっけ、おがみたいな。あ、すいませんって言ったりしてた。そうなんだね。してました。すごい。昔の方がそういう感じでしたね。で、アイソ、そういう役ね。ロックだね。ロックでいいじゃん。ロックではないですけどね。性格ロックではないですけど。いや、ロックでしょ。そんなことない。嘘。ロックでしょ。ロックでしょ。ロックかな。ロックだと思うよ。本当ですか。初めて言われたかもしれんですわ。ロックだぜですよ。ロックだぜ。よっしゃー。松島さんと新見さんはどうですか。最近なんかやってることとか、そう、ハマったことか。何してるんですか。何やってない。何が、じゃあ趣味は何なんですか。さっきの YouTube とね、音声配信が結構、それはもうライフスタイルになってるから。趣味は最近の趣味なんだろうな。結構ね、2人 YouTube ね、今やってるんですよ。 YouTube っては何をやるんですか。もうテンション高くやってますよ。何をやるの。おいしょーってやってます。新見さんの YouTube 今日はね、新しい企画はね、あの意外と知ら、新見圭介の意外と知らないマナー講座っていう新しい企画を今日から、今日第1回目マナー講座、参拝の仕方っていうのをね。あ、二礼二拍手一礼、はいはい、あれ意外と知らないルールっていうか、まあルールっていうか、そういうのあるんで、それとの YouTube で今日は、今日配信したんですか。今日アップしたのはそれやってます。最初の清めの払い言葉も入れてます。それ入れてない。何そういうのあるの。いや、でももうちゃんと何、ここを歩きなさいよとか、はい、真ん中歩いちゃいけないんですよね。真ん中成長歩いちゃダメなんですよね。通り道ですよね。ゴッドが通るから。でもまあ混雑してると通っちゃ、通るじゃん。その時は、いいの、すいませんねっていう思いながら、ちょっと謙譲の気持ちで通れば、ちょっと通らせていただきますって言って、はい、あと横切る時も、そう、横切る時は3回ぐらいちょっとす、横切る時行動が、道をこう、横切る時とかも、詳しいですね。それもしなきゃいけない。なんか鳥居は入る前にするんですよね。はい、あれも、で入る時もと、あのね、この外側の足から入るんですよ。内側から行っちゃうとお尻がこう神様に向いちゃうから。ああ、なるほどなるほど。外側の足から入る。
じゃあ例えばこう立ってたとしたらこっち側にいたらこっちから入る。そうそうそう。こっち側にいたらこっちから入る。知らなかった。お尻向かないから神様に、入る時に向けないようにこっちから行くみたいな。新見さんって元からそんな詳しかったの？うん。そのために覚えた。そのために覚えた。大事でも大事。でもそういうことを動画で挑戦するときに勉強に、ね、そうですね。本にもなる。そうで意外と知らないことあるから、それをちょっと今日アップした動画には。それでもためになる。それ知らない人もね多いと思うんですよ、うん。なんかざっくりとしか私も知らないですけど、なんとなくこうなんだろうなみたいなことをやってますけど。そうですね、知ってるとなんか参拝に行くときとかもね。楽しいですね。ちゃんと神様とね。うん。意思の。そうそうそう、お話しながらなんか真面目な感じで教えてる。今回のはそうだね、真面目、比較的真面目だね。いつもシェーみたいな感じ、いつもこんな感じの動画だ。シェーみたいな感じ。いつもでも割とチャレンジ系なんですか？チャレンジ系だったりいろいろですね。YouTube チャンネルな。松島さんは何を最近なんか音声でやってます？そうですね、僕あの YouTube も始めて顔出しもしてたんですけど、あのなんかもっとお手軽に音声配信も実は始めておりまして、生配信、いや生配信も1回やったんですけど、まあ、でも基本的に収録してあのスタンド FM さんでヒマラヤさんで、レディオトークさんで、あとは各種ポッドキャストですね。でそれの配信もやりながら、それをさらにその YouTube にも最近はアップしちゃってる。まあちょっとズボラなんですけど、1回のトークをじゃあいろんなところに出してるっていうか、もう今日同じトークを出します。たまに違うトーク出してるんですけど、基本はもう全部同じトークを一気に配信して、要はいろんな媒体の人がいるじゃないですか。ポッドキャストだから Spotify 聞いてる人はポッドキャスト聞けるとか、すごい。Spotify 知ってるよ。そうね、ポッドキャスト聞けるんですよ。出せるの？出してる。でも Spotify でも聞けます、僕の音声は。そうなんだ。だからポッドキャストがあるところ、僕の音声ありみたいな。で何喋るんですか？ね、僕はだから基本的に自分の好きなこと、喋りたいことを喋ってるわけですよ。いいじゃん、いいじゃん。さあ、聞いたよ、この間のライブ配信の後に松島さんがあの前回のゲストのこと、ね、前回のそのゲスト、前回は僕はだから今回はね、また小川真子ちゃんと喋ってくれたの。いや、これから喋るね、喋ります。で次配信するときは小川真子さんの回のちょっと感想とかね。なるほど。なんかすごいバーってやってんの。それすごい。いいですね。最近上げてるのは僕は水曜どうでしょうが大好きで、知ってますか？大泉洋さんの。知ってる。私も大好きですよ。めっちゃ DVD 持ってます。そう。で最新作が始まったんですよ。知ってます？そうなんだ。そう。あ、でもこの間ツイッターでつぶやいてた。そう。始まってそれと僕のマイベスト3水曜どうでしょうとかをあの音声配信で喋ってます。へえ。そうなんだ。そう。すげえ。松島さんなんかね、いいですねそれ。そうそう、 YouTube をじゃあ配信だけにするってなったら、YouTube のその画面は何を出してるんですか？だからもう写真ですね。あ、自分の？いや、フリー素材の写真を使って、あのタイトルとか入れてですね。で、まあまあ途中でこう笑顔にさしたりとか、最近は始めました。そう、最近 YouTube で顔出しせずに声だけ出てるから何やってるんだろうなと思ったら、要は例えばラジオ化したらね。そう、だから料理しながらも YouTube 聞けるっていうね。YouTube メインの人にも聞いて、なんかそういうのなんかないかなと思って。しかもその1個のコンテンツを YouTube だけじゃなく一気にね、バーってやるな、すごいいいですね。すごいですね。だから Spotify でも聞けるんですよ、ポッドキャスト。みんないろんなことやってますよ、本当。ついていけない。そうだ、どうですか YouTube？ YouTube ね、なんかみんな周りやってるから興味はあるんですけど、やっぱりでもみんな手が込んでるじゃないですか、 YouTube って編集もして。手が込んでる。ってなると一人じゃできないなと思っちゃうんですよ。私の同期の新垣梨沙ちゃんとかも、YouTube が大好きでやりたくてやってるんですけど、やっぱり自分で編集するし、でもう本当に時間かかってやってるって聞くから、それは私にはできないと思っちゃう。私もその編集とかそのチームがあるからやってくださってるんですけど、自分でも学びたくて、だから教えてくださいって今言ってるんですよ。そうそうそう、ね、あの動画編集をね、教えるっていうのをね、これからやるんです。自分でこの間 のコントライブもやったの時も映像撮ってもらって、それも編集をちょっと自分でやりたいなと思ってね。やっぱりその教えてくださいっつって、ね、編集をする時ってパソコンいりますよね。パソコンはあった方がいいんですけど、今ねスマホでもできますよ。あの編集アプリですよね。そうあれすらもう私すごい苦戦するんですよ。だから俺も全然わかんないの。一番いいのは
もうシンプルに撮ってシンプルに出す。あ、編集しなくていいように撮って。そう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 。あ、それが難しい。なんかそういう頭がやっぱないですもんね。いやいやいや、編集ポイントはどこみたいな。だからガクさんとかに聞くと、もう編集するのがどこら辺ってもう自分で分かってるらしくて、喋ってていらないところはこう自分で印つけてるみたいな。うん、あ、もう自分で後で見れるように、ここいらないよってやりながら喋ったりとか。撮ってるすごいねと思って。それって頭に自分の構成がないとできないじゃないですか。そうだよね、もうイメージができてんだね。すごいと思って。私だからそのベーグルが好きだから、うん、ベーグルのなんかまあできればベーグルだったら自分が好きなことだから続けられるし、うん、と思って、うん、いくつかずっと動画撮ってた時あったんですよ、家で。そうそう。でもダラ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 あのベーグル美味しいですよ、ただ食べてますよ、これつまんないよなと思って。いやいや、誰が見てもないだってさ、今日俺お話聞いたけど、うん、お話上手だもん。本当ですか？だから本当にそのベーグルについて5分語る10分語るだけでも、うん、絶対そんな誰も見ないって。見える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 。それがね、見ないって。需要がある。ただ私がベーグル食べてるんですよ。あー、ベーグルについて語ったら見るって。お話上手だもん。いや嘘だ、見る見る見ないでしょ。見る見る見る見ないでしょ。なんかその素材まで結構撮ってみたんです、自分で部屋でこうやって、はい今日これ食べますって言って。見るよ。それをただひたすら食べて、うんうんみたいな、やってる自分にもちょっと笑えてきて。カメラにキャンプのお肉をじゅうじゅう焼く動画が何十万再生いくんだから。もうベーグルを美味しそうに例えば作って食べるとかだけでも見る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 。俺みんなベーグル食べたいなと思う。オリジナルベーグルとかを作ってる。そう、オリジナルベーグルを作るとか。サバサンド、ベーグルサンド挟むだけとかで、こうやって紹介ポンって。そうそう。あ、それだけで。そう、じゃゼロから完成までのカボチャサラダの作ったら見るよ。カボチャサラダ食べちゃうよみんな。食べちゃう。食べてくれたらいいけどさ、でもなんかさ、だから YouTube は。まあ、この時代に乗っかっていくとしたらあった方がいいんだろうなと思いながらずっと来てる感じですね。やっぱその編集とかいろんなことを考えた時にそこに、なんかあんま細かいことが好きではないんですよ、うん、だから諦めちゃいそうで編集を。で結局出すんだったらちゃんとしたものをって思ったら、はいはい、それまでにもうどんどん時間が経ちすぎて結果出せないみたいな、はい、うん、ポンポンポンって行かなきゃいけないじゃないですか。週に1回とか週に2、3回っていうペースでは出すには私の気力がなんか持たなそう。そうだよね、うん、大変は大変だよね。大変だと思います。週に何個はですね。やっぱりそのそうそうそう、コンスタンスにっていうところでいくとなかなか難しいんではないかなと思いながら日にちが経ってますわ、うんうん、みんなだからすごいなって思う。 YouTube 上げて自分でやってる人たち、ね、まあ、できるペースでねやっていくので全然いいと思う。まあそうだよね。あとはね、最初はね作り込まない方がいいです。あ、作り込んだらもう、うん、作り込むと、そう、1個 あの動画で、あ、もう5、6時間かかるんだみたいな、うん、もうちょっとしんどいなって思うなると思う。その印象です、私だから。うん、なのでこんだけ編集するってどんだけやってんのって思っちゃう。全然もう iPhone で自撮りでなんかちょっと喋って、こうやって普通に喋ってもうそれアップしちゃっていいと。いや、それ需要あります、私。あるあります、これで、ね、これで超あるでしょ。全然、なんかそれのなんか日記的な感じでこう定期的に今日はこれしましたとか。むしろね、海外 YouTuber とかの方はそういう感じ。もうそうそうそう、あ、そんな感じなんだ。あのテロップがバーンって出て、いかにもテレビ的な作りとかデザインでやってるのってあれ日本っぽい感じ。あ、そうなんだ。だからそれの印象がありすぎて、そうそうそう、いやな、もう一個のバラエティ番組じゃないですか、もうみんなやってることが。それはちょっと作り、そこまで無理と思っちゃうから、ハードルがやっぱ上がっちゃってるんですよね。そう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 、 YouTuber さんたちのやつってテレビっぽさを求めなければ、ね、全然できますよ。できるかな。僕は最初そこから入ってたんですよ。だから1日も8時間とか10時間とか、ただ10時間、それをだから削いで削いで、今音声配信になってるわけですよ。ああ、松島さんね。そうか、結果、削いで削いで。最初だったらめちゃくちゃ凝ってた。削いで削いで行き着いたんだ、音声配信。そのあんまり凝りすぎてたらやっぱ結局苦しくなるってことですよね、自分が。疲れた。そうすると続かないですもんね、苦しいことって。今だと今だからずっとコンサルを続けてる。で今だから本当あの写真を貼ってテロップ入れてるだけだから、基本的に。大体どれぐらい配信するんですか？10分前後。あ、それでいいんだ。そう、全然。逆に10分以内の方がいいんですよ。あ、見てもらえる？まあ、10分以内だって今10分前後ぐらい、まあ、超えてもいいんですけど。来年の目標にしようかね。あ、いいね。来年の目標、そうだね。今年終わっちゃうから。そうだね。ねえ、うん、2021年のチャレンジ。なんか企画を考えて準備して、またこう12月か、まあ、1月からなんか撮影始めてもいいんじゃない。うん、なんかね、新しいことは多分。
チャレンジできることはしたいなと思いますもんね。そう思って僕も始めてみたんです。で結局洗練されてシンプルな方にどんどんなっていったって。最初だからむちゃくちゃ効果音もバンバン入れてカットも割っていろんな挿絵もバンバン入れてやったけど、ほんとバレてみたいなことをやろうとしたけど疲れちゃった。一人じゃ無理、一人だとやっぱり生活が犠牲になるから。そうですよね、大変よね、うん、そう思う。やっぱりそうなってくるとそういうプロの人たちに任せるしかなくなっちゃうじゃないですか。来ろうと思ったら、来ろうと思ったら、うん、っていうところまで凝ってまで今じゃあ YouTube やりたいかって言ったらそうでもないしっていうところで、うん、自分ができる範囲でってなるとどこまでできるのかなっていう段階ですね、うん、今、うん、続けるんだったら、はい、でもやるんだったら続けなきゃ意味がないと思うので、うん、そうだね、そうそうそう、難しい。 YouTube をもし例えば始めるとしたら、うん、こういうことやってみたいなとかありますか？とか、まあ、普段小川さんが見てる YouTube でこういう系の動画を見てますとか。今サービスショットですね。こういう系の普段誰の YouTube 見てますか？ですからあの BTS の、ね、もう YouTube じゃなくてミュージックビデオ。あ、そう、ミュージックビデオ。なるほどね。それも YouTube 動画というよりかもうガチのミュージックビデオ。そうだね。YouTube 動画私誰の見る？だから、YouTuber ってのはあんま見ないんですか？見ない。あ、そうなんだ、見ないの。ミュージックだよね。ミュージックビデオだ。音楽ね。音楽をずっと流してたい。なんかでダンスが好きだからやっぱダンスやってる人も見に行っちゃうし。あ、したら小川さんがもう有名なそのミュージックビデオとかダンスをもうそういう、うん、踊ってみた。そうそうそう、踊ってみた難しいんですよ。そうなんだ。それだったら全然あれじゃないですか、ちょっと編集いらないでしょ。いや編集いらないですけど、やっぱその1曲覚えるのめっちゃ大変なんですよ。昨日ちょうど一昨日か昨日か、はい、一昨日私ちょっとダンスで入ったんですけど、それのやつを昨日コピーっていうか、まあ、ちょっと振り踊ってみたのやつは昨日アップしたんですよ。あ、そうなんだ。インスタとかなんですけど、そうそうそう、そういうのはね、そ見てない。そう、それ昨日新しいの出したんですけど、やっぱねそれをするにも大変なんですよね。あ、振り付け覚えて、そうなんだね。その一瞬のための準備が時間がかかるから、すごくかかるし、ね、やっぱり教えてくれる人がいるから今できるんですけど、 そうだよね、それを全部その振り付けを覚えてってなるその気力がきつい。ダンス見るのは好きです、踊るも好きですけど、踊りを教えてくれるから今できてますね。なるほど。その方が覚えててくれてる人がいて、こうだよって教えてくれるから、そのスタジオに入ってる時間に覚えて撮るができるけど、それの前の段階はねやっぱきついですよ。これを見ながら一個一個覚えるのは、ね、そうか、見て覚えるの、見て覚えるの大変です。大変なんだね。見て覚えるのすごい大変。そう、もうそうか、 YouTube、 そうですね。でも食べてるのとか好きですね。あ、いいね。食いとかそういうのは好き、ね、なんであれ大食いって見ちゃうんだろうね。見ちゃう、うわーって見ちゃう、やっぱ楽しい。見ちゃうよね、あれ大食い。そうですね、それは見てるかな。あと何見てるかな、 YouTube 動画。普通に小川さんが例えばお店に交渉して、それでも普通に YouTube 動画でこうお店紹介とか、ここ美味しかったとか、そういうのもありなんですかね。あれじゃないですか。だからだとしたらやっぱベーグル系で何かがやりたいですよね。そうそう、せっかくだったらやっぱ好きなものでだったら続けられると思う。ベーグルってウーバーイーツとかで取り寄せってできる？いや、ウーバーイーツ多分ベーグルないと思います。あ、ないんだ。うん、その全国発送でとかはやっぱそのコロナでっていうのもあって、お取り寄せが今ブームじゃないですか。だからそのすごい需要は多分今すごいベーグルショップも出てると思うんですけど、だから私いつもインスタですっごいいろんなところのベーグルショップフォローしてて、毎回食べたいところがいっぱいありすぎてこうスクショするんですよ、忘れないように。っていうところでやっぱり通信販売をやるっていう時にその一斉にやらないとそこの抽選に入れないんですよ、漏れるんですよ。それぐらいやっぱ有名なベーグルショップって人気があって、すぐ売り切れる。ここの何時何時にショップオープンしますの同時の00でやんないと入れないんです。その模様とかめっちゃ面白そうだけど、そこで私1回待機してます。狙ってるもん。そうそうそう、だからそれに入れるか、それいいじゃん。それを YouTube ライブで全然生放送で今から入れるか入れないのかね。それめっちゃ面白いと思う。あと5分ですみたいな。そう、面白いのかな。心境語りながら、それはね、なんか iPhone を三脚とかで固定して、うん、でそう、もう一個のスマホとかで、そう予約できるかなとか言いながら、めっちゃ面白い。できました、予約取れましたとか。でもね、なんかそれも結局そのベーグルショップさんもダイレクトメッセージで返信だから、その場では分かんないんですよ。そうなんだ。そう、何人に入れた方には後で
送ります。だから送ってもそのすぐに私が当選してるかって分かんないんですよ。そう、そのベイクショップさんが随時こう発送。後で知るんだ。そう、だからそれはそうなんですよね。だからやっぱ届いてからのその商品紹介じゃない。そうね、できるとしたらそっちなんですかね。でそれでこう例えばどこどこ店のベーグルっていう動画がちょっとずつこう、うんうん、たまってね、そう、全然それはもう iPhone 動画でいいと思うんですよ。でそれで紹介してちょっとずつ載ってアップしていく、そうすると YouTube でベーグル検索したらもう小川さんのチャンネルでいろんなこう美味しそうなベーグルいっぱい見れるとかね。それだったらまだできそうですよね、自分の趣味の延長線ベーグルの紹介、ね、ちょっと考えましょうかね。いいじゃないですか、もうじゃあ企画できましたね。できるかな、やれるかな。いいじゃないですか、もうだから例えばペースも週1、1本とかでもいいんじゃないですか。あぐらいじゃないとできないかな、これね、いっぱいやるってやっちゃうと他のことができなくなるじゃないですか。そう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 、週1とかでいいと思う、ね、週1ぐらい、そうだね、いいですね、なんかできますかね、はい、ではここで区切って、この後休憩にはなるんですがまた続きがございますので、はいはい、皆さんチャンネルはそのままでお願いいたします。ではまたチャンネルはそのままです。よろしくお願いします。休憩入ります。